まさか我々がここまで攻め込まれるとは思ってもみませんでした。うむ、たった一人の男にあそこまでの力があるとはな。さすがはラングリッサーというところか。もっとも陛下が国を起こしたことを思えば可能なのかもしれぬが、そろそろ来る頃でしょうか。そうだな。よし、迎撃の準備をする。我々が負ければ敵に城内への侵入を許してしまうぞ。迎撃準備が完了しました。いよいよですね。みんなよく聞け。今こそ青龍騎士団の力の見せ所だ。お前たちの持てる力を余すことなく発揮するんだ。レオン、レオン。来たな、エルヴィン。レオン、闇の力を使って本当に平和が来ると思うのか。降伏してくれ。これ以上戦うことはない。ここまで来て何を言うか。我ら青龍騎士団は逃げも隠れもせん。最後まで誇り高く戦うのみ。止められない。彼の感情が痛いくらい流れ込んでくる。私には止められない。でもようやくここまでたどり着いたようだな、エグベルト。お前らに面白いものを見せてやる。ジェシカさん。この城を落とそうとした愚かな魔術師だ。アルハザードの力を甘く見すぎたようだな。待て、エグベルト。私は人質を取るような卑劣な作戦をやるつもりはない。これは私とエルヴィンとの戦いだ。いくらエグベルトといえども手出しは無用。邪魔をするな。甘いな、デオン。だがそれがお前の良いところでもあるのだがな。ではお前の騎士道精神のためにこの女は話してやる。後悔するなよ。では私は私で彼らを歓迎する用意をしておく。それが無駄に終わればよいがな。エグベルト、大丈夫か、ジェシカ。ジェシカさん、大丈夫ですか。無理はしないでくれ。ここは俺たちだけで大丈夫だ。すみません、エルヴィン。確かに今の私では皆さんの足手まといになってしまうでしょう。今は下がらせていただきます。頑張ってください。エルヴィンよ、これでお互いに全力で戦えるはず。レオン、なぜそうまでして戦うんだ。ベルーハルトがアルハザードの力を解放したために世界に大きな異変が起ころうとしているんだぞ。お願いレオン、あなたと戦いたくないの。すまぬな、ラーナ。だがこの戦乱の世を統一し平和を築くためには力が必要なのだ。たとえそれが闇の力であろうともな。違うわレオン、力で得られる平和なんてないわ。レオン様、突撃準備が整いました。いつでも戦闘可能です。エルヴィンよ、ついに決着をつける時が来た。
手加減はしないぞ。バカな。だが仕方のないことなのか。行くぞみんな。レオン、いや、もう何も言うまい。レオン、レイガルド帝国並びに青龍騎士団に栄光あれ。突撃するぞ。我々とあなた方との戦いならば確かに終わらせることはできる。しかしいつの時代も人々は争いを続けてきた。この戦いが終わろうとも人はまた同じ過ちを繰り返すだろう。だからこそこの戦乱の世を終わらせるには力による理想の統一国家を築く必要がある。そして私は陛下と共に大陸制覇の夢を誓ったのだ。その理想のためにはエルヴィンの存在が邪魔なのだ。どうしてそこまでして戦わなければならないの。もう血で血を洗うようなことをしたくはないのだ。帝国かエルヴィンか、どちらか力のある方がこの大陸を平和へと導くことができる。さあ行くぞエルヴィン。手加減は無用、全力でかかってこい。ポタリとも引くことはできない。この命尽きようとも。これまでか。やるな。レオン様、お引きください。これ式の傷で引くわけにはいかぬ。なりません。今ここでレオン様が倒れれば
一体誰が明日の帝国を守るのです。その通りです。この場は私たちが引き受けます。お前たち。私たちが何としても時間を稼ぎます。その間に体制を立て直してください。わかった、頼んだぞ。お元気で。帝国をよろしくお願いいたします。死ぬなよ。はっ。我々精鋭部隊がこの程度で負けてなるものか。
バカだよ。不器用な人なのね、レオンって。私がボーゼルの術によってダークプリンセスとして操られていた時も、彼だけは私を普通の女性として扱ってくれました。誰よりも心温かい人で、そして心から平和を望んでいました。エルヴィン、闇の波動をかなり近くに感じるわ。アルハザードはこの城の地下、おそらく地下神殿でしょう。よし、進もう。一刻も早く終わらせるんだ。お役に。